さあちょっとね、タブーの話題をやろうかなと。天皇の話ですわ、天皇の話。天皇に関心ありますか？全然興味ないんですよ。そんなことよりも科学医療の暴走とか資本主義の限界とか、なんかそういうね、世の中の問題って、なんかそっちの方がなんかもっと真剣に考えるべき問題だと思ってて、別に天皇制のことを真剣に今考えるべきかって言われたら、いや全然そんなの後回し事項でいいんじゃないのと思っちゃうわけですよ。なんかそんな優先すべきことなのっていう、ほとんどの人が訳も分からずに医者を信じるじゃないですか。皇族もそれと同じかなって感じですね。なんか訳も分からずに敬わないといけないみたいなね感じなんですよ。で90年代に入って、君主制の国がどんどん減ってね、共和制を敷いてるところが増えたわけなんですけれどもね、で残ってる君主制っていうのは、なんか形的には立憲君主の形がほとんどで、まああと少し絶対君主のところもまあ多少あるんですね。で立憲君主のところっていうのは、なんか君主は君臨するすれども統治はせずみたいな、まあなんかその象徴化っていうのが進んでるんですよね、立憲君主のところも。だからもはやもうその君主は君臨しているっていう感じではないんですよね。もうほとんど象徴化してます。まあ日本のね、その象徴天皇制と、まあ、ほぼ同じなんですよね。立憲君主制もどうやら調べると、まあちょっと国によって千差万別だとは思うんであれなんですけれども、まあ、そんなに大きな違いはないんですよ。なのにですよ、なのに日本の天皇はなんか憲法より上の存在であるみたいな感じなんですよね。それがですね、もう大変なリスクというか元凶になるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。そしてですね、次、保守ってあるじゃないですか。みんな保守保守ってね言うじゃないですか。でこれ大きく分けたら2つに分けれるんですね、保守が。一つは安倍さんとか皇族をやたら崇める側、なんか皇族万歳の保守があります。でもう一つはその真逆で、その両方とも全く信用しないっていう天皇の不要論の保守があるんですね。2つあると思います、大きく分けてね。で福岡に細川博っていう方がいるじゃないですか、お医者さん。で方は不要論の側ですね。そうだと思います。だから参政党とは別に分かり合えることはないんですよ、その天皇の面ではね。医療の問題では同じ主張なんですけれども、あと宇都宮先生も皇族崇拝のことをもうあんなもんカルトみたいなもんや言うてね話されてましたから、どちらかというと全然皇族の不要論側なのかなという、まあそう思いますね、おそらく。でまあそこの分かれ目なんですよね。なんでそこ分かれるのかっていうと、まあいろいろな要因があると思いますけど、一つは昭和天皇の、まあ、戦争責任論、まあ、ここの解釈で、まあ、ズレが発生するんですね、肯定派反対派の。でこれどちらの意見が真実なのかっていうのはね、なんかね分かりようがないんですよね。だからよく分かんないんです。僕も多少見たことあるんですけど、ウィキペディアとかからこういろいろなところ派生して見てみたんですけど、その昭和天皇の戦争責任論よく分かんないです、どっちか。でもなんか明治維新の時点でですよ、あれは CIA が裏にいたんだって、まあ陰謀論強めの人ってそう言うじゃないですか。まあ僕もそうなのかもなっていうのはあるんですよ。なのになんで皇族万歳なのかよくわかんないです。だってもう明治維新の時点で CIA が裏にいて、幕府をね、転覆させたわけですよ。それすごいことじゃないですか。でそれ皇族が結構それ絡んでるわけですよ。幕府を朝敵とみなしたわけじゃないですか。それは天皇の一筆のおかげなんでしょ。だからそれも CIA 絡んでるんじゃないのみたいなそういう意味で考えると、なんで皇族をそんなに信用できるのかがちょっと分かんないって感じですね。で日本の皇族とその例の日米合同委員会の米軍はどっちが上の存在なの？
僕はおそらく問答無用で米軍の方が上だと思ってるんですよ。なので皇族は日本政府と同じく操られる存在なんじゃないかなって、まあ思ってやまないわけです。で、そんな存在の一声が憲法よりも上って、めちゃめちゃリスクあるなと思うんですよ。そういうことですね。僕が疑問なのは。だから、その明治維新の時に、倒幕側がね、天皇に近づいて、幕府を朝敵として、まあ名分を得たと。政府をひっくり返す、幕府をひっくり返す名分を得たわけですよね。だから天皇は政権交代に利用されてるわけですよ。まあね、利用されますよ、それは。だって普通の人だもん。身分が高いと言ってもさ、天皇なんてのは普通の人だからね。はい。だからなんでそんなに信じれるのかわかんないんですよ。理解できないわけです。まあちょっと自分が今話したことがね、その正しい認識なのかどうかちょっとよくわかんないんですけれども、ただその天皇を利用することで、天皇を利用して日本人が一つにまとまれると、そして力強い日本を再興できるんだっていうなら、まあ利用すべきかなとは思いますね。その象徴天皇制っていうのも。だから、統治する側の立場に立てば、まあまあ天皇っていうのを利用してうまく国民をまとめようみたいな、それもありだとは思うんで、だから別にどっちでもいいわけです、僕は。天皇万歳であろうが、不要論側であろうが、別にどっちでもいいっていうのが個人的な感想です。で、まあでもなんかね、天皇に関してやたらとね、いい子ちゃんぶったり、その同調圧力に屈しているのか、自分の考えを一切言わない人ばかりじゃないですか、天皇の件に関して。なので、ちょっと今回あえてね、自分の思っていることを率直に話してみました。別に僕は、嫌われても全く問題ないと思ってるんでね。嫌われてもいいやって思った方がなんか気楽だし、まあ楽しいんですよ。好き勝手言えますから。まあ好き勝手言うって言っても、まあね、その常識の範囲でね。まあ天皇崇拝してる人にとっては、まあ僕の今の話がもう非常識なのかもしれませんけどね。偏ってる側からするとね。まあでもこのチャンネル見てる方はほとんど中立的な考えをね、持てる方々ばかりだと思うんで、僕の話は全然違和感ないかなと思いますけれども。で、そもそもですよ、日本人の大半は天皇に関心ないわけですよ。これもう間違いない事実ですね。特に若い世代、若ければ若いほどもう興味ないわけです。必要性も全然理解してないでしょうね。これもう事実ですよ。で、そのやたらと関心が強い人は、すごく振り返るわけですよ、もう歴史を。もうなんか、アマテラス、オオカミのところまで遡るわけですよ。で、本当にそこまで振り返って考えないといけない問題なんですか？天皇の問題って。なんか、それってただの歴史オタクで、もうタコツボ精神がもう、すごすぎて、なんかもうおかしな方、発想に向かってるだけなんじゃないのっていう。なんか、そういうふうに思ったりするわけですよ。ね、科学者だってなんかやたらとタコツボで一つのことにすごくこだわって、で全体で見た時に全然間違った選択をしちゃうみたいな。だから天皇のこともなんか、わざわざアマテラス狼のところからなんか血筋を遡ってとか、そんなこといちいち考える必要はあんのかなっていう、どうでもいいような気がするわけですよ。で、何かを崇拝するというか、何かでこう一つにまとまらないと、日本人の心がスカスカだと。なんでしょうね。中身がないんだと。だからなんかこう、天皇一つにまとまらないといけないんだっていうなんか考えもあるみたいなんですけれどもね。まあなんとなくわかるんですけども、それ本当ですかと。確かに中身がない人は、なんか中身入れてあげる必要はあると思うんですけど、もうしっかりと自立してる人からするとね。まあ、全然そんなの必要性感じないんですけどもね。まあ、ただ中身がない人ってめちゃくちゃ多いんで、まあ、確かに統率取るには必要なのかなというのはやっぱりあるっちゃありますね。統治する側に立てばね。でもなんかね、すごくね、その教育でね、その天皇が、神としてなんか崇めると言いますか、そういう、それを強制的に習わせる教育、それを推進するっていうのもかなり僕は疑問ですね。
時代錯誤もいいんじゃないの、いいとこなんじゃないのっていう。なんかね、ただでさえ今ネットでさ、統治のからくりが暴露されば、されまぐってますよね。もうお金の仕組みだってもう暴露されてますよ。あれは本来あの国民が知るべきことじゃないんですよ。知らなければ、まあ、うまく統治者側からすると、まあ、統治ができるわけですよ。でももうそれももう全部ばらされてしまったわけですよ、だから時代はどんどんフラットの方向に向かってるような感じがあるじゃないですか、そこでそのフラットに向かってるのに天皇制これから日本人に植え付けようっていうのはちょっとよくわかんないです本当に、それが正しいのかって言われたら本当にっていう、もう疑問しかないですね、疑いしかないです、はい、まあでも本当にね、もうよくわかってないんですよ、もう興味ないんで、もうその辺だからもう二度とちょっともう皇族の話はもうこれで最後もうしないでおこうかなと思います。もうこんな皇族の話なんて、だってもうアマテラス狼とか言われたらもう僕ね説明がもう頭に全く入っていかないんですよ。もう興味なさすぎて入っていかない、あれ何って感じやもんな。本当の話かどうかもよくわかんないんだよ。幻想の話でしょあれ、別に神様でも何でもないで普通の人なわけじゃないですか、で歴史を知るっていうことはまあもうそれは重要なことなんですけれども、歴史って古ければ古いほど真実味が薄れますよね。でだからまあちょっと近代史をちょっと重視しようかなと思っても、でも近代史ですらなんか解釈の仕方でもう真逆の意見が生まれたりして、もう何のこっちゃよくわかんないんですよね、だともう死んだものの人間心理は謎のままでしょ。だから坂本龍馬のね一件にしてもそうですよ。 CIA だとかね、 CIA が裏にいたっていうかっていうのもね、死んだ人のその記録、ね、考えの記録は別に残ってないわけで、ほとんど推測なんですよ。それをもう間違いなくそうなんだって言われても、もうこれ証拠がないに等しいと思うんでね、だからそんな歴史をね、思い込みのストーリーをね熱狂的に信じるわけにはいかないというのがまあ個人的な判断ですね、歴史は大事です。でもそれにとらわれすぎるとなんか恨みつらみが邪魔してね、なんか明るい未来になかなか向かえないんじゃないのっていうのはありますね、だから韓国だって日本のね、徴用工とか慰安婦の問題にずっと過去にとらわれてるから、なかなかなんか仲良くなれないというかね、まあ、仲良くさせないっていう勢力がある、んでしょうけれどもね、でね、なんかこのビジネスマン、まあ僕がなんかそのビジネスが好きなのは、なんかビジネスマンの人たちって常になんか未来を考えていて、その前向きで楽しそうなんですよね、逆になんか歴史にこだわりすぎてる人っていうのは政治への関心も強くて、なんか政治批判に偏ってる人たちが多いなと、どちらかというと悲観的な方が多いなっていうのがあるんですね。歴史にこだわりすぎてる人、過去にとらわれすぎてる人っていうのは、でなんかもうこっちが正しいとかあっちが正しいとかね、真実ベースって、どっちが真実かそもそもわからんっていう、そんな感じなんでね。だからもうあんまりにも歴史に深入りするっていうのはね、いかがなもんかなと思ったりもしています。以上です。